漁師町を探訪した。普通この城といえば鱗を描いて背びれを切り取り頭を落として尾びれを断ち殻を切り取り綿を抜き塩水で洗ってから三枚におろしていくのが一般的だ。その後すじめしていく流れとなる。だが漁師はそんな悠長に構えてなぞいられない。手っ取り早く中骨を外す。ちょうどフライの要領である。客人に出すときに限っては腹骨をすく。あとはやみくもにぶつ切りしていくだけだ。わさび、マヨネーズ、そしてウニ。いただきます。何これうまい。締めはご飯に刺身を乗せてかっこむ。うん、漁師飯、いやはや爽快である。